じゃん、今日はですね一人でお送りします。今名古屋のホテルにいます。いろいろ調べながら、まとめました。で、3連戦を振り返る豊かな視点ということで、お送りしたいと思いますが、いろいろですねやっぱコロナとかもいろいろこうまた球団によっては大量に出てきてて、このままこう試合続行できるのか、はたまたそのオールスターこれ大丈夫っていうようなそんなことが起きてます。まあそれをこうまあ後でもちょっと言いますけども、まず、この3連戦セ・リーグ、まあ今回セ・リーグだけですね、を振り返ってみたいと思います。まず赤枠、勝ち越しましたね。まあ、ヤクルト、DeNA、まあ、広島、阪神は1試合雨のため中止となり、まあ、1勝1敗で星を分けたということになってますが、まずはヤクルト、巨人から、満塁ホームラン覚えてますかね皆さん。3試合連発、広島で打たれて、いやもうないだろうというふうな第一戦、まあ、菅野と石川が投げました。まあ、その初回、まさかの満塁ホームランがオスナに出るという、まあ、菅野も力勝負で行ったんですけども、まあ、ライトスタンドの方に、打ち込まれたということで、おいおいどうなってんだと、まあ、満塁ホームランを打ったらというか打たれたら、まあ、大体勝てないんですけども、まあ、その試合はですね、まあ、中田ポランコとかの活躍があり、まあ、丸の決勝ホームランですかね、まあ、そういうこともあり、まあ、かろうじて勝ったと。しかし菅野が7失点、まあ、ヤクルトの方も石川が投げて7失点という、まあ、ただそのサンタナ・オスナというのが、まあ、元気だなという、まあ、印象を受けたんですが、まあまあ本当にこのカードというのは打撃戦になるという、まあ、そういう感じがしました。で2戦目小沢と戸郷の投げ合い、小沢がですね、まあ、2勝目を挙げるわけですが、1勝してたということがこういう危機感がある中で、2勝目を挙げれたという、だからこれはやっぱこう高津監督が、まあ、1戦目の時に辛抱して使い、勝ち星をつけたがためになんかこう自信を持って投げてたという、まあ、非常に丁寧だったしボールもよく動いてたし、まあ、見事なピッチングだったですね。で一方戸郷ちょっと制球も定まらないし伏兵に打たれるというようなね、こともあり、まあデータもなかったのかもわからないけども、その中で竹岡、3打数3安打、3打数3安打、3安打3打点というもう大活躍をし、長岡と同期なんですよね。で長岡が今年からショートのポジションをレギュラーで取り、やっぱ相当悔しかったと思うんですが、それをもう見事にこうやり返したというね、ヒーローインタビューでも言ってました。長岡じゃありません竹岡ですって言ってましたけども、まあなかなかねとんちの効いたいいインタビューでしたけども、まあ、その中でも巨人は中田ウォーカーなどが、まあ、ホームランを打ち、まあ、反撃は見せるんだけども、なかなかねやっぱこう失点というものが多くあると追いついていけなくなるという、まあ、そんな試合展開でしたね。で3戦目高橋メルセデスの投げ合いだったんですが、やっぱ村上の存在感というのはでかい、で長岡もホームランを打つというね、で木澤が勝ち星を拾うという、だから非常にいい頃のヤクルトの形に、なってきたのかなっていうような、まあ、そんな感じもするし、まあ、ポランコの代わりに入った巨人の方は重信がね、活躍をするという、まあ、そういうこともありながらですね、まあでもやっぱこうヤクルトがベストのメンバーじゃなかった相手に負け越したという、まあしかし、後で分かったことは巨人に大量のそのコロナ陽性者が出てしまったということですよね。だからここら辺が今後どうなっていくのか、もう本当にピッチャーを崩壊してる、まあ、聞くところによると菅野もなんかコロナの陽性というようなことも言われてるし、まあ、非常にこのままではやっぱ巨人は試合ができないのかなっていうような、そんな感じも受ける発表の数だったです。だから非常に今後心配ですが、まあ、ヤクルトの方はぼちぼちね、山田も練習を再開したりだとか、まあ、してますけども、今後心配ですね巨人の方はね。ということで続きましては中日 DeNA、まあ、DeNA に対して中日が勝ててなかったんですよね。バンテリンドームでは全敗ということで今年、
まあそういう形で、まあ、DeNA は絶対負けれない相手、中日はやっぱりこう苦手意識を払拭していきたいということでね、やったんですけど、まあ高橋とロメロの先発で、7回まで12三振を取りながら高橋宏斗に、まあ、勝ち星がつかなかったという。で初回の満塁から、中日の方は1点しか取れないというね、まあ、ちょっと石膏がたたり佐野のツーラン、まあ、3回に飛び出したんですけども、その2対1で敗れるという。やっぱ点を取ってあげないと、やっぱ若いピッチャー勝ち星をつけてあげないと、まあ、ちょっと苦しいなっていうような、そんな感じがしますね。だから、まあ、佐野っていうのは今本当に素晴らしく当たっていて、ここ近々では5割以上打ってるというバッターなんで、やっぱ避けなきゃいけないというふうには思うんですけども、なかなか避けれずに、ツーランを喫して、負けてしまったという、非常にもったいない。チャンスは中日の方が、まあ、あるんですね、あるにしても一発で負けてしまうという、まあ、DeNA の方は3安打に抑えられながら一本のホームランで、まあ、勝ったという試合だったですね。で2戦目小笠原石田の投げ合い、ビシエドのスリーランが初回に出ました。で昨日は隅一、今日は、まあ、3点、初回に取れたということで、石田からのその非常に相性がビシエドは良くてですね、まあ、3割以上打ってるんですね。で中日の方は石田に対して非常に相性が悪かったんですけども、ビシエドだけがいい、だからビシエドの前にランナーをいかに置くかっていうのが一つのテーマだったんですけども、まあ3番に平田を入れて、その平田がフォアボールを取ったことによって1、2塁になる。で、チェンジアップをビシエドが相性よくレフトのスタンドに放り込むというね、まあ、そういう試合でした。その試合のポイントとすれば、宮崎ですかね、ノーアウト一塁になった時に、祖父江に交代をした、スパッと小笠原を変えた。で小笠原も粘ってたんですけども、まあノーアウト一塁になって、まあ決断よく祖父江に、変わった。フルカウントになってからストライクからボールのスライダーを振らして三振を取ったんですね。まあ、それが一番なんて言うんでしょうね、勝負どころといえば祖父江のその抑えた活躍が、まあ、光りました。まあ、中日はその非常に中継ぎ陣が、まあ、安定してるなというのを本当に感じさせてくれましたね。で3戦目笠原と大貫、笠原は前回非常に長い間勝てなくて、やっと勝ったということで、まあ、木下がその試合では全打点を挙げる、まあ、そういう活躍をしたんですけども、昨日の笠原は非常にチェンジアップを多投するんですけども、そのチェンジアップが非常に高めに浮いてたということで捕まるんですね。まあ、チャンスは多かったのは、まあ、DeNA の方が多かったんですけども、最初のチャンスに峰が凡打をした、三振を取られたということで、まあ、2回目、に回ってきた時にランナー一塁に置き、峰が、ツーランホームランを打つという、まあ、チェンジアップを、高めに浮いたチェンジアップを打つという。で続いて、佐野が、カットボールをランナー一塁からライトスタンドに放り込むという。で海老名がまたホームランを打つというですね。ではホームランが出にくい球場なのにホームランで、試合が決まるということは、いかにボールが高かったかということが言えますね。ただその中でも木下が追い上げのツーランを打ったりだとか、福田が今季第1号を打ったりとかまして、まあ、前線はしたんだけども、まあ、力は及ばずというところで、ただその中日の攻撃を見てるともう少し動かした方がいいのかなという、まあ、積極的にで負けてても怖がらずに、動かした方が相手は嫌かなっていうような感じがしました。ワンアウト1、2塁バッタービシエドの時、海老名ですね、ピッチャーがね。ただその海老名もそのセカンドにランナーを置きながらちょっと隙があるんですよね。だからセカンドランナー大島、隙があれば走ってもよかったというふうに思うんですね。1点でも詰めていって、後ろのピッチャーにプレッシャーをかけるという、そういう攻撃があってもいいんじゃないかなっていうような、そんな気がしました。まあ苦手意識があるのかな、やっぱりな。やっぱこういう対戦成績、非常に中日は DeNA に分が悪い、まあ、お客さんになってるわけですけども、まあ、そういうことは、払拭していかないといけないですね。はい。
で3つ目のカード、広島阪神ね、床田が8回3失点で頑張るにも、ウィルカーソンとの投げ合いで、ウィルカーソンの方が早くマウンドを降りるんだけども、中継ぎ陣、やっぱ阪神の中継ぎ陣が非常にいいですね、まあ、それとその大山が復帰をして、まあ、ヒットを打つなり、またそのメンバーが揃ってきてるということ、だから非常に阪神は効率よく点も取るし、まあ、苦手だった床田をね、まあ、攻略をしたということで、まあ、非常に乗っていけるかなという。で、第2戦目は、アンダーソンと西の投げ合い。まあ、非常に、広島の方は野間と菊池。まあ、この1、2番が活躍をしですね。まあ、相手のミスもあり、まあ、勝ったと。まあ、その中で、中継ぎ陣が広島、不安定だったのが、まあ、1枚、薮田というピッチャーが勝ったんですよね、その試合はね。やっぱ勝つということは、やっぱまあそれなりの調子もあるだろうし、うん、ただ、広島の方は手薄な中継ぎ陣がですね、まあ、薮田により解消されるといいなっていうふうに、まあ、感じました。うん、それと、阪神の方はですね、まあ、打線はまあ、流れは非常に悪くはないんだけども、なかなかこう、ここ一番ちょっとタイムリーが出ないのと、まあちょっと守備のミスですかね、まあそういうので、まあ、試合を落とすような結果になったという。ただ全体的に言えば梅野とか北条とか、まあ佐藤大山とかそういう主力というよりも、その主力を周りで固める野手たちがなんかこう機能してきてるなっていうような、まあそんな感じがします。だからまあ一勝一敗になった、まあ相性を考えると、まあ一勝一敗で御の字なのかなっていうふうには思うけども、まあ勝てた試合でもあったかなというような、まあそんな感じがします。苦手意識の克服って書いたんですけども、まあこれどういうことかというと、まあ中日がDeNA に対してバンテリンドームで、勝ててなかったという本拠地でね、まあただそこで1勝したと。で広島阪神も広島にカモにされてたのが、まあ1勝1敗で分けたという、まあこういうことがまあこの3連戦では非常にまあ良かったことではあるかなというふうには感じます。ただそのコロナの影響で非常に巨人がですねちょっと大変なことになってるので、あどうかなこれからっていうというところで、今回はこういうふうになりました。まあヤクルト首位、 DeNA がまあ昨日勝って5割にまた復帰したということ、 11.5、 まあ広島、阪神、まあ巨人、まあ中日がちょっと離れてますけども、まあこのゲーム差っていうのはこれからもどんどんこう変わっていくんだけども、やっぱ巨人のコロナのあれだけの数を出してる、まあそれも主力に多く出てるということからすれば、まあ中心になるのかなっていうような気もするし、これはオールスターはどうするのかなっていうような、そんな感じがします。まあ一回プロ野球が止まるような気配もね、なんかなきにしもあらず、なんかこうなんて言うんでしょうね、敵と戦うよりもなんかコロナで右往左往してるというようなね、まあそんな感じもしますし、まあ本当にこれ皆さん注意してることなんでしょうけども、まあこれ見えないから、もう見えない敵と戦ってるみたいなもんだから、まあまあこれからね気をつけてほしいと思いますが、まあオールスターとかね、まあ、楽しみにしてるファンはいるかも分かりませんけども、まあ、一堂に会して移動もいろいろありみたいなことになってくると、またそこからコロナがなんかこう蔓延していくとすごく嫌だなというふうにちょっと感じますね最近ね。まあこういうちょっと設備がない、またちょっと照明もですね、まあ、つけてるんですけども、まあ、ちょっと暗い中、見にくい中、最後まで見ていただいて、ありがとうございました。ではまた、次の3連戦をお楽しみに。